ブリバリブリバリあげて、プチパチプチパチあげて、チートあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。ありえんでアホがほんま。落とした。さっきあげたくんが電光石火に食べに来てくれたんじゃけど、隣のお客さんがお好み焼きのそばって日本そばですかってスタッフに聞いとってから、そがいなわけなかろうが、なんでお好みに日本そば入れるんだらってわし切れてしもうたわ。おらびあげて風が悪い。怒るの当たり前だろ。それあれでプロレスのローリングそばとのそばって日本そばのことですかって聞いとるのと同じで。え、どういうこと？竹中社長、こういうボケはスルーでいいんで。観光客の人とかにたまにおるよ。そばとうどんって書いてるけ、日本そばの方を想像する人も。いや、考えりゃわかるじゃろ。焼きそばあるいは中華そばのそばに決まっとろうが。ありえへんで、アホがほんま。ポテスケもどうした？さっきあげたの母校南高校の学食に行って、ポテスケが天ぷらそば頼んだら麺が中華そばやねん。僕が頼んだ林そばは茹でた中華そばに林ライスのルーぶっかけてたんだ。それあれやで、プロレスのローリングそばとのそばが中華そばみたいなもんやで。まわし茂りの要領でお待たせしましたってか。意味わからんけ、これもスルーでええかね。また民さいよー。